鍋島正和です。絵を描いてます。絵といっても、まあ、油絵の具が中心なんですけども、最近はキーラっていう絵の具、それとか、まあ、ずっと以前から使ったテンペラですね。卵を使ったテンペラですけどね、それ合わせて、まあ、いうところの混合ですよね。最初大学の派遣制度に合格して、で大学卒業したすぐぐらいにはパリにね、最初に行ったんですけども、最初に着いてもうすぐぐらいに、もうほとんどまだ時差が取れてないようなボケボケの状態で、ルーブル美術館にね、行ったんですよ。で、頃のルーブルって、ちょうど80年の頃ですけど、今みたいに綺麗に管理されてなくて、もう絵に顔が絵にくっつくぐらいに見てもね、別に何のあれもなくて、結構僕実際名作いっぱい触りましたしね。もう画面どうなのかなと思って、でもまあ最初に見てね、いきなりもうあまりにこうなんというか、もう油がね、もう油の海のようなこう絵を見てね、なんかね、気分が悪くなってですね、いつか公団アパートがあるんですけども、そこに帰って、ようやく帰って、それでしばらく寝込んで、しかも外出もしたくなくて、引きこもりがねしばらく続いて、そんな記憶がありましたけども、少しくらいね、日本で自信持って画家を志してもね、やっぱりいきなりね、その西洋の巨匠のその作品の前では、それこそね、絶望しちゃうようなね、そんな気になって、まあそこは真剣にだったんでしょうけども、そのタンパク質のなんか、あまりにこう強い脂切ったそういうものから、少しこう横に、なんていうか、フランジェリコのね、イタリアのルネサンスの、そういう絵があって、あ、これはなんか、ちょっと違うよなと思って、しかも一番憧れてたイタリアルネサンスですから、そこでなんか視点が少し変わって、それでまあ、パリにいながら、ずっとイタリアのことを夢見ながら、それこそ夜行電車に乗っていけば、すぐにね、次の日の朝は、フィレンツェ、ローマですから、それに乗って一度行ったりとか、それますます好きになって、美大卒業した頃ってちょうど80年代の前半ぐらいで、ちょうどやっぱり今と違って、どう言ったらいい、まあ第二の絵画ブームのようにね、それこそ絵がよく売れた時代だったんで、自分でこう一生懸命アピールしなくても、いろんな画商さんとか、デパートとか声がかかって、で、まあ、仕事が続いていくっていうんですかね、まあ、そんな時代だったんで、まあ、幸運だったと思うんですけどもね、まあ、頃思い返すとやっぱりそういう時代だったから、躊躇せずにね、授業でやっていこうと、作家としてやっていこうという、すごく自然になっていたと思うんですけども、7、8年ぐらい前ですけどね、50代半ば頃ですかね、なんか体力的にすごく落ちて、それで健康診断っていうかね、まあ1年に1回やる健康診断が、その診断するたびにね、それで要注意ということで、再検査を受けたりするんでしたんですけど、まあ、ジムに行くことを勧められて、そうするとジムに行くと今度はそういうなんていうか、腰痛と肩こりがね、少し軽減されてくるような気がして、なんか聞くところによると、そのジムを長続きさせるっていうのは目的を持たないっていうのがね、
それが秘訣だっていうふうなことを聞いた本で、なるほど、僕はだから別に引き締まった体になってまた女性にモテたいとかそういう目的がないから逆にいいのかなと、なんかいろいろ変えてきたんですけども、まあキャリアも長いですし、それこそ 年間にね、まあ、100点近く書く年もあったり、まあそれをこうもう30年も続けてきてますから、相当いっぱい書いたと思うんですけども、いつも考えてるのはやっぱり子供の時にやっぱりこう感じた、一番最初にこう見たものとか、得たものっていうのが一番やっぱりこうずっとこう、つながって、多分、そこに回帰するのかなと思うんですけど、僕は兵庫の、ちょうどその日本海側に母親の実家が、今もありますけども、というか、そこの町に大乗寺ってね、お寺があるんです。別名、応挙寺ってね、丸山応挙が若い頃に世話になって、まあそこでやっぱり子供の時見たね、やっぱり応挙と、その弟子の、例えば、長沢芦雪とかそういう人たちの作品をやっぱり子供の頃見て、まあそれいつかはなんか書きたいなと。50過ぎたぐらいから、やっぱもうそうそう書かないと、もうそのまま行っちゃうんじゃないかなと思って、それで少しずつ書き出したんですね。寒山寺とか、群猿図ですね。お猿ですね。猿山ですね。上野の動物園まで行って、ちょっと取材して。結構写生、から始めますけどね。よく見たまま描いてるだけじゃないかっていうふうによく言う人もいるんですけども。でも、見たまま描けたらそれでいいかなと思ったり しますし。まあ、そうしてそれが、先、絵になるかどうかって、それはもちろんわからないですけどもね。ただあんまりなんていうか、そのもののね、持ってる佇まいとかそういうものを無視してまで、変えちゃうっていうか、それだったら自分が思うような、想像するに近いものをね、探せばいいと思うんだよね。団体で出すような大きな作品になってくると、どうしても構成的にならな、な、に、な、作品にな、やっぱりな、なってくる。その過程で、まあ、室内側にちょっとこだわりましたね。ちょうど住んでた近くに廃屋がありまして、その廃屋の中の、なんていうか、空間ですかね。廃屋ですから、結構、屋根が落ちてて、そこから空が見えたり、壁がもう、半分なくなってて、その向こうの何かが見えたりとか、まあ、それで言いながらそこには少なくとも何年か前までは人がそこに住んでたとか、そういう、なんというか、そういう世界ですね。そういうものをやっぱり描きたいなと思いまして。まあ、それとまあそういう舞台ができると、こう、構成もしやすいかなという、そういう思いがあったんでしょうかね。動物の帽子台にして描くような時代もあって、まあ、それこそ2回目の1995年から6年にかけて文化庁の在外研修で1年間行ってたんですけど、その頃にやっぱりこう、見た作品の中で、やっぱり動物を擬人化したりとか、そういう作品と触れる機会があって、でまあ、そこですごく今引きつけられたんですね。自分は何かできないかなと思って、それ、まあ、その中で、象やら、サイやら、キリンやら、それともライオンとか、そういうものをこう、ちょっと象徴的に扱ったり、でその後、ちょっと擬人化して、まあ、ちょっと少し絵本の世界のような、そういう雰囲気の作品も描いたりとかして、最近は、やっぱりイタリア回帰でしょうかね。風景作品描いた中では、イタリアを取材した作品、やっぱり一番多いと思うんですけども、
その頃なんかやっぱ書けなかった、書こうと思っても書けなかった、そういうものがやっぱりすごくたくさんあったんでしょうね。おととしの正月にちょっとこう、ほんの一週間ほど行って、その時にやっぱり、あ、ここ、もっと、ここ書きたかったっていうのがね、あ、こういうのを書きたかったっていうのは。ベネチアでも、こう風景としてのベネチアよりも、こう水と石とか、水とその木の杭とかね。だからそれだけでもなんか、こう書きたくなったんですよね。うん。だから、ここ数年はなんか、結構水ばっかり書いてますね。うん。まあ近くにも海があるんで、書きながら日本の海とこう、そんな比べ方したことなくて、まあ海はどこでも一緒だろうって思ってたぐらいで、そう変わんないだろうと思ってたぐらいで、ところがやっぱり実際、やっぱりこう、湘南の海とアドリア海の海とは全く違う。でもそれ違うんだけど、なんかやっぱり繋がってるっていうんですかね。尽くせないあれですね、テーマには違いないし、形のないものとか、光とか反射とか、輝き、光、透明、なんかどれもこれもなんか形以前のなんかそういうものですから、表現しようと思ったら尽くせないし、まあこれからもうちょっと書きたいなと思いながら、いやもうこれでいいんじゃないかなと思ったり、まあこれからどういう絵を描くかっていうのは全く自分でも全く分かってないんだけど、まあでも結局ネクストワンでしかないんで、次どの作品仕上げるか、そこからまた始まるかなと思うんですけどね。